この者たちが古から伝わる四聖勇者か。わしがメルロ・マルクの王、オルトクレイ・メルロ・マルク32世だ。勇者たちよ、それぞれの名を聞こう。アマキレン、年齢は16歳、高校生。俺は北村元康、21歳、大学生だ。次は僕ですね。川澄いつき、17歳、高校生です。最後は俺だな。蓮に元康にいつきか。王様、俺を忘れてる。なあ、すまんな。俺の名前は岩谷直文、二十歳、大学生だ。さて、まずは事情を説明せねばなるまい。我が国メルロ・マルク、さらにはこの世界全体が今まさに滅びへと向かいつつある。この世界には終末の予言というものがあり、それによると世界を破滅へ導く波というものが幾重にも重なって訪れる。波が降りまく災害を跳ねのけなければ世界は滅ぶというのだ。そして波を撃退して世界を救えるのは古の四聖勇者だけだという。勇者殿を召喚する前に我がメルロ・マルクは第一の波に襲われた。勇敢な兵士と冒険者でかろうじて最初の波を退けることができた。しかし第二第三の波はさらに強力なものとなる。あれは四聖の勇者たちだけが対抗できうるものだと実際目の当たりにして、そして伝承に従いお前たちを召喚した。これってさっき読んだ本とそっくりな展開じゃね。話は分かった。で、召喚されてまさか無報酬ってわけじゃないよな。もちろん波を見事退けた暁には十分な報酬を差し上げます。ま、約束してくれるんならいいけどさ。敵にならない限りは協力してやる。だが飼いならせると思うなよ。ですね。甘く見てもらっては困ります。それで俺たちはどうすればいいんだ。伝承によると召喚された勇者は冒険の旅に出て自らの所持する伝説の武器を育て強くすることができる。だが勇者殿はここに来たばかり、故に特別に模擬戦を用意した。勇者殿が手っ取り早くこの世界の戦い方を身につけてもらうためにな。勇者殿よ、こちらに。正義を貫きましょう。甘く見るな。流星球。異世界って素晴らしいな。まだ見ぬ可愛い女の子がいっぱいいる。楽勝ですね。ああ、これくらいな。それにしても陛下の兵士たちってあまりにも弱すぎないか。全然手応えねえぜ。それは勇者様方の力が強すぎるからでございます。そうだな。
俺たちこれでも勇者だからな。冗談じゃないですよ。盾が楽勝なんてことはないんじゃないですか。この世界にそっくりなゲームをプレイしたことがあるが、確かに盾じゃ無理だろうな。そうだよ。使い物になるまで他の武器とか使えばいいんじゃね。そこは後々片付けていけばいいだろう。とにかく俺たちは自分磨きをするべきだ。ひたすらレベル上げですね。じゃあ俺たち4人でパーティーを結成すれば。お待ちください勇者様。言い伝えでは伝説の武器はそれぞれ反発する性質を持っておりまして、共に行動すると成長を阻害すると言われております。これは本当みたいだな。じゃあどうすれば。そのことも踏まえて伝説の勇者たちと共に波に立ち向かおうというものを募った。さあ勇敢なる者たちよ、入ってきなさい。頼もしいな。可愛い子もいるんだな。仲間になれたらいいな。さあ未来の英雄たちよ、旅立つのだ。さすがにわしにもこのような事態が起こるとは。志願者ゼロとは人望がありませんね。盾の勇者に仲間を分けてくれる者はいないか。俺はつるむのが嫌いなんだ。ついてこれない奴は置いていく。いやまあ偏るとは何と。均等に3人ずつ分けた方がいいんでしょうけど、無理やりでは士気に関わりそうですね。俺は盾だぞ。お前らがダメだって思っている盾だぞ。仲間がいなくてどうやって強くなるってんだ。あの、私盾の勇者様のもとへ行ってもいいですか。さっきの美少女だ。よかった。盾の勇者様、私の名前はマイン・スフィアと申します。これからよろしくね。岩谷直文だ。よろしく。他に盾の勇者のもとに行ってもよいという者はおらんのか。仕方あるまい。盾の勇者殿はこれから自身で気に入った仲間を勧誘し人員を補充せよ。代わりに月々の援助金を他の勇者よりも今回は増やすとしよう。盾の勇者殿には銀貨800枚、他の勇者殿には600枚用意した。これで装備を整え旅立つがよい。さあ早速だが勇者たちよ、旅立つがよい。行きましょう盾の勇者様。そして俺の異世界冒険が始まった。この中世っぽい世界、近くで見るとますます異世界って感じだな。勇者様はこの世界のことをどう思います？よかった、勇者様この世界を気に入ってくれたんですね。勇者様、
これからどうします？あー、そうだね。まずは武器とか防具とか売ってる店に行きたいな。そうですね。それだけのお金があるならいい装備も買えますし。じゃあ私が知っているいいお店にご案内しますね。腕のいい親父さんで有名なんですよ。きっと素敵な装備が手に入ります。勇者様、こっちです。かわいい。持つべきは女の子の仲間だよな。ここがおすすめのお店ですよ。いらっしゃい。お客さん初めてだな。うちに入ると目の付けどころが違うな。私のおすすめなのよ。よう、お嬢ちゃんよくわかんな。嬢ちゃん、どっかで会ったことねえかい？前にも来たことあるから。親父さんの店って有名だもの。嬉しいこと言ってくれんね。となると、あんたが噂の勇者様だ。盾の勇者である岩谷直文と申します。よろしくお願いします。直文ね。ま、お得意様になってくれるんなら盾だろうが何だろうが関係ねえ。よろしくね、あんちゃん。それじゃあ親父さん、勇者様の装備を見繕ってくれない？そうね、銀貨250枚くらいで。武器か。あんちゃんに向いている武器は、あった、これとかどうだ？へえ、これがあれば俺だって。ま、なんだ？武器に弾かれた？金属事故？なんだこりゃ！どうも俺はこの盾のせいで他の武器は使えないらしい。どんな原理なんだ？一見するとスモールシールドだが、外れねえのかこれ。鑑定の魔法でもよくわからねえな。ま、面白いもんを見せてもらったぜ。じゃあ、あんちゃんは武器を装備できねえんだな。どうする？私にも装備を買ってくださいな。勇者様、ありがとうございます。おいおい、まだ俺がここにいるんだけどな。嬢ちゃん大胆だな。じゃあ勇者様、これとこれとこれも。元気のいい嬢ちゃんと太っ腹のあんちゃんだな。あんちゃん、しっかり守ってやれよ。勇者様、このセットどう思います？勇者様ったら。では勇者様、場外で弱い魔物を相手にレベルを上げていきましょうか。少し危険ですが、勇者様ならきっと私を守ってくれますよね。本気で行くぞ。くらえ！よし！いやあ！くらえ！いやあ！燃えなさい！くらえ！くらえ！いやあ！
私に無礼を働く者にはお仕置きですわよ。やっぱり盾は攻撃力なんてないよな。でも俺の防御と彼女の攻撃ならいける。勇者様、オレンジバルーンからかなりの素材が収穫できましたわ。あまりお金になりませんけど。あれ、勇者様の盾が光ってますよ。素材に反応しているみたいですね。吸収できるなんて、こんな武器聞いたことが。でもこれが伝説の武器の力なんですね。勇者様、もう少し進むと少し強力な魔物が出てくるのですが、そろそろ城に戻らないと日が暮れますね。今日は早めに帰ってもう一度準備を整えましょう。明日には今日より先に行けますよ。結局今夜はマインの意見を聞いて戻ってきた。美味しいって言えないけど、これぞ異世界の醍醐味って感じだな。勇者様がここの食事を気に入ってくれてよかったです。明日の方針を決めましょう。ここは今日勇者様がオレンジバルーンを倒した場所です。明日向かうのはこの地図の先、ラファン村です。そのラファン村を抜けた先に初心者向きのダンジョンがあるんです。あまり見入りは期待できませんが、勇者様がレベルを上げるにはいい場所かと思います。安心してください、勇者様の防御力があれば楽勝ですよ。いえ、そんな。勇者様を支えるのが私の仕事ですから。ところで勇者様、ワインはお飲みにならないのですか？そうなんですか？結構美味しいです。私、勇者様と一緒に飲みたい。そう、残念。さすが勇者様ですね。この国は女性優位なの。だから女性の勧めるお酒を断る男性なんていないんですよ。私はもうちょっと飲んでます。勇者様、本当にご一緒しないんですか？はい、一人は寂しいですけど。勘違いだろうか。今夜のマインは艶があるような。彼女の誘いを断って本当に良かったのだろうか。いや、何考えてるんだ俺。まあいいや、そんなに考えなくても。明日はまた冒険だ。今日はこれで寝るか。